はい、パーソナルトレーナーのゆうです。今日はなぜあなたは食事管理をする気にならないのか、人類として考えてますということで、まあね、食事に関してなかなかね、何を食べていいかっていうのはまあ大体はわかるんだけども、それをね管理できないという人はやっぱり結構多いんじゃないかと思うんですよね。ついつい食べてしまうとか、ついつい飲んでしまうとか、いろいろそういうパターンの人の方がまあ多いんじゃないかなと思うんですけど、まあこれまずね、そういう風になってしまう一つの要因として、今の人は今自分が食べてる食事を普通だと思ってるんじゃないかと思うんですよね。普通に食べてんのに太ってしまうとか、まあそんな言い方とかも結構あるんじゃないかと思うんですけど、まあこの普通って何なのかですよね。僕はね、これをね考えるときに、今のあなたの食事は本当に普通なのか、今じゃなければ昔はどうなったのか、人類の歴史を見て考えてみると、そこの部分ね、改めなきゃいけないところがあるんじゃないかと思うわけですよ。人類というのは、だいたい大まかに言うと、猿人から原人、それから旧人、新人という感じに大きく分かれてるわけですけども、まあ、猿人というものがいて、原人というのは160万年前から150万年前に現れたのはその原人ですね。で、旧人というのはその後30万年前ぐらいに、地球に現れてきたと言われています。で、旧人と新人の間に、まあ、クロマニヨン人がいて、これが3万年前ぐらいと言われて、その後に、まあ、クロマニヨン人がいなくなって2万年前ぐらいのところで、新人という、今の人類と同じようなタイプのものが出てきたということで、この2万年前の新人というのが日本で言うと、縄文時代とか弥生時代の、人ということになるので、基本的にかなりね、今の人間とほぼ変わらないところですよね。今、そこで大雑把に見てきたように、まあ、この猿人とか、まあ、原人の頃からもう入れると、もう百何十万年とあって、こう新人というね、今のこのタイプでさえ2万年ある中で、今の食生活っていうのは、ほんの最近変わってきたものだということが、もう大体大まかな数字だけ見ても、まあわかるわけですよ。で、基本的には、それだけの何万年、何百万年という中で、だんだん、徐々に、まあ体が変わってきて、今みたいな、この、原人から旧人、新人とかに、こうね、何十万年という単位では変わってきてるわけですけど、それが短い単位の年数で、食事が変わるべきなのか、変わっても大丈夫なのかというところですね。まあ、今現代のちょっとまあ前として、まあこの江戸時代のあたりをまあ見てみると、まあ江戸時代の頃でもね、特にこの江戸時代の後半の、ね、この半分より後の方のところでも、ほとんどの日本人という人は、お米に関して言うと、麦とか雑穀米というのを食べていたんですね。で、それが、まあ、まあ、お殿様とか、かなり上の位の、人とかであれば、まあ、白米を食べていたということですが、ほとんどの人は、麦とか雑穀米を食べていたわけですね。で、それが、まあ、江戸の後期になると、江戸の町の中では、かなりやっぱりね、都会ですから、白米が食べると。いうことで、まあそっちの方は多分美味しいから、みんなどんどんそっちに傾いていっちゃったんですかね。うん、美味しいということで、まあ傾いて、まあもちろんね、江戸の方がやっぱりね、リッチな生活がいろいろできたんでしょうね。だから江戸の人は、ある程度一般の人でもまあ白米が食べられたらしいんですけれども、この時代に、あった病気というのは、この脚気というのがありますね。足の病気とか、まあというか、まあそういうふうに書いて、まあ脚気と読みますけれども、これがですね、参勤交代で、大名とかお侍さんが江戸へ行きますね。で、江戸へ行くと、足のしびれとか体調が悪くなるとか、足元がおぼつかになるとか、怒りっぽくなるとか、まあそういうね、本当に病気が起こって、これは江戸患いと言ったらしいですけど、つまり、江戸に行ったらなって、故郷の田舎の地方、いくら大名とかね、その辺の人でも、地方に帰れば、故郷へ帰ればすぐ治ったらしいです。だから、江戸に行くと、とにかく白米が多くて、みんな白米ばっかり食べてたんですね。で、その量はとにかく多かったらしくて、成人男性で1日5合食べてたらしいです。5合です。まあ、とにかく多いです。まあ、これは、もうその頃やっぱり食べてたものっていうのが、お米と、野菜漬物みたいなものと、あと味噌汁という感じのもので、魚とかその辺というものも1日に1食あるかないかというもので、かなりお米で、なんとかお腹をいっぱいにしてた。で、美味しいからってね、結構ね、今みたいな食事の科学みたいなものがありませんから、とにかくそれを食べてたらしいんですね。だけど、この頃も
地方では本当に麦とか雑穀米、それと、野菜を食べたと。まあ、地方の特に農民の人というのは、すべてを年貢で取られますから、自分たちはその作ったお米を食べれなくてですね、自分たちは雑穀を食べなきゃいけなかったということらしいんで、あまり白米は食べてなかったらしいんですね。だけど江戸に行くとその江戸患いということで、まあ、地方にはないその病気、脚気というものが起きてた。まあ、これは、今のね、やっぱり白米をかなり大量に食べてたということが原因であって、これは玄米のこの胚芽の部分、胚芽の部分にあるビタミン B1 というのが不足していたから、まあそれが原因であったというふうにはまあ言われてます。なので、まあその時代であっても、やはり白米を、GI 値の高いものを、かなり大量に食べていくことは、そういうね、ことが起きたという、まあ事実がまあ残ってるわけですね。で、その後まあ明治維新がだいたい150年前ぐらい、それから第二次大戦、まあ終了というのがまあ75年前ですけれども、昭和43年生まれの、まあ、僕のお父さんは、まあ第二次大戦後に少年時代を過ごしたんですけれども、まあ田舎でね、かなりど田舎ですけれども、まあその頃もかなり質素な食事ですよ。かなり質素な食事のままだったと思うんですよね。でそれ以前のうちの僕のおじいさんなんかもそうだし、そのあたりもね、全然まあ、かなり質素な食事だったようですね。で結局のところ、高度経済成長期のこの時代にどんどんやっぱり変わっていったと思うんですよね。まあ白米はそれ以前にも当然食べてましたが、それ以外のところですよね。僕がちょうど生まれた、1971年にはマクドナルドができて、スカイラークができて、まあいろんな外食産業が生まれて、いろんなね、日本の文化じゃない、食べ物もいっぱい入ってきた頃は、多分ちょうど僕の少年時代とか、まあ、僕の親の青年時代というのはまあそういう時代であって、そうすると、長い人類の人生の中で、たった50年ぐらいの話なんですね。かなり激変したのが。まあ、江戸患いはちょっと別として、一般の人に対して、日本中の一般人に対して、かなり食事が激変したのはたった50年です。で、さっき言ったような、まあ、新人で2万年、それ以上の3万年、何十万年もある中で、たった50年で、かなり激変してきたというわけです。なのに、今の人は、今の食事を普通だと思ってるわけです。でもその何十万年からすると全然普通じゃないわけですよね。人類の進化もそうですし、生物の進化もそうですけれども、まあそうすぐにはね、あの生物って進化して形とかね、そういうものが変わっていくことが起きないわけであって、たった50年ではまあ変わることはまあないわけですよ。だからよく言われるように、まあ縄文時代とか弥生時代だと僕たちの体はあまり変わらないんだから、もうちょっとそっちの食事にした方がいいんじゃないかというまあ考えもあるわけです。だけど今は、まあ高炭水化物、高 GI、さらに、いろんなね、肉もねとか揚げ物を食べますので、高脂質、脂質でもね、今の揚げ物の悪い油、単なる牛肉を食べるわけでもない、違うね、化学的な油もやっぱり入ってくるというわけですね。かなり体にとって負担があります。タンパク質はあるけれども、まあそれプラス、まあお酒もかなり入ってくると。まあちなみにその食事の、その急な激変については、まあ以前僕が聞いたところによると、メキシコとか中米とかの原住民の人ですね、少し肌が黒くてすごい背がちっちゃい方の人たちが結構ね、糖尿病の人が多いらしくて、でそれはやはりかなり昔のタイプのままの人間であるのに、急に本当何十年かで、小麦粉を食べるようになってきたら、とにかく糖尿病になりやすくなってしまったということがやっぱりあるようで、やっぱり体が全然その今の食事に追いついてないということは言えるわけですよね。まあそういうことをここまで考えてきて、毎日ゴージャスに食べれますか？そもそも江戸とか明治の人くらい体を動かしてるからですね。まあ車も電車もないようなその時代に、生きてた人と今の人はもう当然全然動くのは違うわけです。まあ、例えば、さっき言った僕の父親なんかは、小学校1年生の時に、片道5キロを、往復10キロですかね。それを小学校まで歩いて行って帰ってきた1年生ですよ、6歳の子は。で、それやっぱり、今の子は車で送り迎えになってしまいますよね。そんな時代です。で、大人もまあこれは同じですね。今までは会社のね、書類なんかも、わざわざね、何個か先の駅のね、会社まで持っていくとか、まあもうちょっと、ま、先もあったかもしれないです。で、郵便でやるよりは早く持っていかないかというのは自分が持っていったとか、いろいろね、顔を出したりもあったわけですけど、まあ今その書類でさえね、ある時代にはバイク便で持って行ってもらえるなり、今はメールで、そもそも歩くことがかなりなくなってきたわけですね。それがなんと今、テレワークにさらになっているということで、かなりやばいです。運動が、
カロリーマイナスで食事はカロリープラス。もうこの時点でね、どうにかしなきゃいけないとやっぱり思うわけです。だから今まで食事管理ができなかった人というのは、これ、ね、今ね自分が知ってるだけのこの時代の生活だけを考えるんじゃなくて、人類として考えてきた時に、あ、やっぱりこれはちょっと合わないな、人間の体にはまだまだ合わないんだなというところをちょっと考えてみてほしいんですね。それで気持ちの整理できますでしょうか。どういうレベルの食事をすべきかというのは、まあ昔の人に学びながら、そして最新の方法を取り入れていくということ。今はね、食に対する科学もいろいろありますから、まあそういうところを取り入れながら、しかし、そのね、不必要なものを取るべきじゃないんじゃないかとか、まあその辺はやっぱりね、人間というこの生物で考えていく必要がやっぱあるんじゃないかなと思ってます。はい。ですので、美味しいものが食べれなかったらストレスが溜まるとか、そのレベルじゃなくて、もっともっとね、大きな視野でね、考えて、自分の体について考えてみてほしいと思います。はい。パーサトレーナーゆうじでした。